毎度お疲れ様です。笹原です。今日は新宿行って飲みます。浅草吉祥寺と今順調に攻めていけてるんで、今日は新宿やなと、新宿行って飲みたいと思います。まあちょっとどこ行くって今回決めてないんで、まあその都度その都度のテンションとノリでお店も決めたいと思うんで、とりあえず今日は新宿編お届けしますんで、よろしくお願いします。では行きます。さあ行くぞ。はい、こっからは副音声でお届けしていきます。電車移動です。電車移動、やっぱり東京いると電車移動が便利でいいですよね。もうワンコインぐらいで新宿まで行けちゃいますから、いやもう最高ですよ。そして何よりもビールが飲める、もうこれにつきますね。はい、ということで新宿到着です。そしてドドンと高層ビル、ビルのタッパがねもう高いですよ。すごいです、圧巻です、田舎もんです。はい、素晴らしいですね、大東京新宿。そしてこれね、これ 3D 映像、猫ちゃんがググッと前に出てきてますよ。はい、まあ、これちょっとね、映像、今の映像ではどこまでお届けできるかなと思うんですけど、ほんまに実際に見るともうすごいんですよ。ぐっと近づいてくる感じの 3D 映像、いやこれさすがですよね、圧巻でした、圧巻で。ちょっとねフラフラもしたんですよね、高架下通ってみたりとか、ショッピングモールというか、なんかこうねショッピングセンターみたいなとこも入ってみたりとかで、いや結構いろんなとこフラフラしました。そして思い出横丁、思い出横丁ですね、吉祥寺でいうハモニカ横丁的な。そうなんですよ、一発目ここで飲もうと思って、思い出横丁です。そして入りました、入店です。ビールで乾杯、お疲れ様でした。これが思い出横丁の中の炙り清水さんっていうお店、今回ここにお世話になりました。もうカバンも下ろさずビールをごく飲みと。はい、でまずはお通しですね、お通し、これがミミーガーのあっさりあえみたいなあっさり勝手にまた名前つけてますけども、いやこれ最強なんですよ、この水菜とコリコリミミガーと、でこのあっさりだれで、いやもうこれでビール3杯ですね、ビール3杯お通し、いやこれ最強です、最強で。次もつ煮来ました、もつ煮、いやもうビジュアル優勝、毎回毎回言ってるけどこのもつ煮もめちゃくちゃうまかったです、めちゃくちゃうまかった、全然臭みゼロ、臭みもないし、でトロットロのもつ煮で、この大根とか人参とかのこの何趣味感、趣味感も最強ですよ、うまいです、大根いこう。そうなんですよね、トロトロもつに大根に最強です。そしてビールおかわりですね、もうグッビグビいきますよ、グッビグビ、まだ休みなんで、まあ、これちょっとアップしてる頃にはもう多分始まってるんですけど、まだ休みですこの笹原は。そして次これですね、これ炙り屋さんなんでやっぱ焼き物頼もうということで、おまかせ5種ですね、左からタン、のど軟骨、タン下、つくね、皮、もう最強のレパートリーで、タレのやつはタレ、まあ、おまかせにしてるんで、塩が合うものには塩っていう感じでやっていただいたんで、いやもう最高ですよ。まずはコリコリ喉軟骨いただきます。この調べたんですけど、喉軟骨っていうのは豚の喉、まあまあ喉って言ってるからそうなんですけど、その辺の部位で、いやこれねブリブリ感にコリコリ感に、いやこれめちゃくちゃうまい。でやっぱり塩焼きがベストやっていうことやったんで、いやぜひこれ食べたことない方は喉軟骨一回試してほしいですね、ちょっと感動もんでした。でハイボールに、ハイボールにシフトチェンジしまして、そして次はつくねですね、つくね5種あったんですけど、いや一番やっぱ良かったのは喉軟骨ですかね。まあどれももちろんうまいんですけど、喉軟骨と、であとはつくねもめちゃくちゃうまかったですね、他も皮もタンもめちゃくちゃうまいんですけど、喉軟骨つくねあたりは最強でした。はい、でハイボールごく飲みしてごちそうさまでした。清水さんありがとうございました。1軒目はこれぐらいにしといて、で次ですね、はしご酒なんで、次が餃子の安定さん、お邪魔しました。まあ、初めてお名前をお聞きして初めて訪問したんですけど、安定さん、そして餃子をオーダーです。これ道中で買いました。いやそれは知らん、スナフキン笹原それは知らんぞと、
はい、まあね、いろいろもあったんで乾杯、もう一回ビールですね、リターンビアでやらせていただいてます。はい、もうはしご酒からどんどんいきましょう。まあビールとハイボールはもうエンドレスですよ、エンドレスで。餃子が到着しました。安定さんの餃子、これね、もちもち系の皮でしたね、もちっと系の餃子。いや、こういうタイプもうまいんですよね。うん、タレ作ってね、餃子だれと酢とラー油と酢をたっぷりめ入れて、これはマストです。そしてちょんちょんとちょっとタレをつけていただきます。餃子かぶりつき。でも餃子とビールは黄金コンビってね、いやそれなんやねんって感じなんですけど、なんやねんって感じなんですけど、どんどん飲み進みます。カッとどんどん食べ進んでおります。ちょっとね、やっぱりまだ温まりきってないんですよね。ダウン脱げやって感じなんですけど、まだちょっと温まりきってないんで、でもこれで温まるんで、これでもうチャージかけていきます。これが四川麻婆豆腐。いや、これも抜群にピリッとして、いや、めちゃくちゃうまかったな。この麻婆は、僕麻婆豆腐大好きじゃないですか、大好きなんですけど、レベル高かったですね、この麻婆。この麻婆とご飯も行きたいですよね。行きたかったけど、いや、ご飯行っちゃうともう腹パンになるんで、ここは麻婆をつまみにビールをごく飲みと、これで行きましたね。麻婆をつまみにビールを飲む、いかがですか皆さん。中華のみになってますね、中華のみ。うん、最初はちょっとこう横丁のみで、中華のみでっていう感じでいいんじゃないでしょうか今日も。で、次はハイボールですね。ハイボールとビールの乱れ咲き。これさ、 YouTube で使っていい？まあありがとう、ありがとう。はい、ふいくんと合流しチュース、乾杯、チンタオビューですね。そう、ふいくんは7年ぐらいの付き合いで一緒に仕事してたんですよね。そう、そっからずっと仲良くて、で今東京住んでるっていうことやったんで、で僕も東京引っ越してきたよっていうので一緒に飲もうということで、ふいくんと合流ですね。ふいくんは日本語、ベトナム語で英語と、もうハイスペックなんで、いや今年は僕も英語頑張ろうと、はい、思いましたね、これで。いや、それなんやねんって感じなんですけど、はい。で、次はキリンビールバルに移動して乾杯ですね。クラフトビールがめちゃくちゃいろんな種類飲めるお店で、まあもちろんキリンビールなんですけど、いや、これ最高でしたね。僕飲んだ芳醇っていうクラフトビール、なかなかね、良かったですよ。良かった。いや、お前味分かってんのかいって感じですけど、いや、でもうまかったですね。ちょっとほら、IPA 系のホップ大量に詰め込んだ系のビールで、いや、これうまいですよ。で、僕の笹原大好き、ギネスビアも置いてたんで、ギネスビールもごくごくいってますよ。こうして見ると、結構ビール量増えてきてますよね。結構増えてきてる。で、これが4軒目 ?4 軒目ですかね。次がシーシャバー、水タバコバーですね。普段タバコはさないですけど、水タバコめっちゃ好きなんで、水タバコ、結構前の動画にも出してたりするんですけど、水タバコ大好きです。はい、雰囲気がいいんですよね、ここ。で、ここは、なんか、水タバコとお酒が注文できるんですけど、そのフードメニューとかっていうのは自分で持ち込んでもいい。匂いの強くないものやったら、持ち込んでいいっていうことやったんで、いや、それ知らんかったから、次はこうね、おつまみを持ち込んで、飲みたいですね。で、これシークワーサーハイボール、何かわいいの飲んでんねんって感じですけど、ハイボールじゃないな、シークワーサーチューハイっていう感じですかね。いや、楽しかったですよね。この後もラーメンとか行ってるんですけど、ラーメンに関してはちょっとラーメントピックでお届けしたいんで、また別の動画で。はしご酒は以上です。最後めっちゃ走ったんですけど、以上です。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ボン。手のひらが目を覚ます。I'm a melting 愛と朝探す。